セオドア・シー・ソレンセン、セオドア・チェイ・キン、テッド・ソレンセンはアメリカの弁護士、作家。ケネディ政権の大統領特別顧問を務め、同大統領のスピーチライターとしての功績が有名である。ケネディの分身と言われた。ネブラスカ州に生まれたセオドアは1945年に林間高校を卒業後、ネブラスカ大学に入学、同大学のロースクールで学んだ。 1953年にジョン・ F ・ケネディが上院議員になると、その後10年間彼と共に行動し、彼の最も親密な助言者となった。また、ケネディのピュリッツァー賞受賞作品、勇気ある人々のリサーチなどに大きな役割を果たした。ホワイトハウス時代のソ連戦、セオドアはケネディのスピーチライターを務めた。彼の最も有名な功績は、 ケネディの大統領就任演説である。彼が総功を書いた大統領就任演説中の国家があなたのために何をするかではなく、あなたが国家のために何ができるかを問いたまえというフレーズはケネディ政権を象徴するものとして今日まで人々の記憶に残っている。彼はケネディ政権最大の失点となるピックスワン事件に関する会議には参加しなかったが、 この失敗を悔やんだ大統領の要請によりその後は外交政策に関わる会議に参加した。このため彼はキューバ危機においてソ連共産党第一初期に聞いたフルシチョフへの所管の総合作成などで重要な役割を果たし、またその後のソ連との緊張緩和政策にも大きな役割を果たした。1963年11月のケネディ暗殺後、セオドアは ホワイトハウスを去り、1965年、ケネディの電気ケネディを表した。この本は、世界的なベストセラーとなり、多くの言語に翻訳された。ベトナム戦争の泥沼により、アメリカの国際的信用が失墜し、国内情勢が悪化すると、アメリカ再建の願いを込めて、ケネディレガシーを表した。この中でセオドアは、アメリカが再び世界の尊敬を取り戻すには、 ケネディの遺産を継承するしかないと訴えている。ケネディ、ケネディレガシーは、ケネディ政権中の政府内の出来事を知る上で貴重な文献となっている。1968年に、ジョン F ・ケネディの実定ロバート F ・ケネディが大統領予備選に立候補すると、セオドアは彼の選挙参謀として、精力的に働いた。1970年、セオドアはニューヨーク州から、 上院議員選挙に出馬したが敗退した。また、1977年、ジミー・カーターが大統領に就任すると、カーターはソ連戦を CIA 長官に指名したが、上院での承認が得られなかった。セオドアは CIA を改革できるという期待もあったが、同時に彼は経験不足で CIA を動かすのに適する能力を備えていないと考えられた。カーターは代わりに、 海軍大将、スタンスフィールド・ターナーを CIA 長官に任命した。彼の政権下では、外交上の失敗が相次ぎ CIA の能力低下が指摘された。その後彼は弁護士として働きながらも、リベラル陣営のスポークスマン的役割を果たしていた。外交問題評議会、センチュリーインスティチュート、プリンストン大学、ハーバード大学政治学研究所の会員で、 パートナーシップ法へセキュアアメリカの顧問も務めていた。2008年の大統領選についてはバラク・オバマへの支持を表明した。2010年10月31日、脳卒中の合併症のためニューヨーク市内で死去。82歳没。2001年にも脳卒中に見舞われていて、著しい視力低下をきたしていた。国連財団のギリアン・ソレンセンと結婚し、3人の 息子と一人の娘がいる。ありがとうございます。